磯崎駅は、茨城県ひたちなか市、磯崎町にある、ひたちなか海浜鉄道港線の駅である。当駅は、ひたちなか市に位置し、隣駅の味ヶ浦駅と共に酒列磯前神社の最寄り駅であり、駅周辺は、さつまいも畑に囲まれ、さつまいもの生産と、干しいもの生産が盛んな地域である。短式一面一線のホームを持つ、無人駅である。 駅付近はカーブがかかっており、ホームもカーブになっている。比較的遅くまで蒸気機関車時代の給水塔が残っており、1990年以降に駅周辺は整地された。2021年には、吉野浜学園駅開業に合わせた改修として、ホームに転落防止策及び、上屋が設置される。平井草太陽観測センター開業時は終点であった。 中港駅に車庫があったがこの周辺の水質が良い。ことから1925年に、機関庫、給水塔、石炭台が設置された酒列磯前神社。交通アクセス、磯崎駅日立中海浜鉄道、AB 磯崎駅時刻表。駅もとむ、ひたち市立、吉野浜学園整備基本計画。日立中市教育委員会。 P13、2020年7月8日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2020年12月17日閲覧。日立中市と計所格年度版、港線1 0 0年37ページ、地方鉄道運輸開始、官九1924年9月6日、地方鉄道運輸開始、官九1928年7月21日、AB。 港千百年市日立中海浜鉄道2015年309ページありがとうございます。